今日はね、ちょっと、今日はね、短く、行こうかと思ってるんだけど、今、反日種族主義というのが、かなりの勢いで、日本でもね、部数が20万部か、突破し、また、韓国でもかなりのね、読んでる人がいるっていうことで、で、この反日種族主義の、主張の中にはね、反日をやることはいかにくだらないことかということを言ってるわけだよね。例えば、ちょっとここに写真があるけど、これはここの反日種族主義の中でも言ってないけど、これは、どうやらね、中国の、要は、兵隊さんを相手にする、そうしたお仕事をしている女性のことだよね。これはね。で、全然韓国じゃないんだよね、これって。だから、アメリカに行くと、それの、資料が多分出てくると思うんだ。それから、要はね、反日っていうのが、経済をめちゃめちゃにしてるということもあるし、反日種族主義の人、韓国の学者グループがね、これをやってるということで、それで韓国でも、これが、話題になってみんな買うんだけど、8割方は、これは嘘だというふうに今言ってしまってるよね。つまり、例えばね、これを買うにあたって、2割の人が肯定的に見てるとしてもだね、非常に韓国っていうのは反日がすごく強いところだから、だからこれを言うこと自体はかなりの勇気がいるんで、あるいはこの本を買うにあたってはあっちこっち見ながらね自分は見られてないかって、これを買うことによって自分はちょっと危険な目に遭うんじゃないかみたいなところまで考えなくちゃいけないという、事情もあるから、その2割というのは確かに貴重かもしれない。だけどこれ日本にとってこの反日種族主義というのがいいものかというと、決してそうではないんだよね。確かにね、徴用工とかね、なんていうのかな、その手のお仕事をさせられちゃったって人たちのこととかね、それから、そうだな、強制的に働かされたって人の話とかね、そういうことを、それは嘘なんだよっていうふうに打破してくれてはいる。だけどこの人たちが属しているところがね、その李承晩 TV って言うんだよ。イースンマンだよね。イースンマン TV っていうね。で、イースンマン TV っていうことになると、このイースンマンを非常に持ち上げてる人なんだよ、この人ね。イースンマンってさ、強制的に、つまり日本が 手も足も出ない頃ね、要は軍隊も持てないし、国とも、認められてない時に、サンフランシスコ平和条約を結ぶ寸前だよね。要はアメリカ、日本の竹島をね、自分のものだってことが言えなかったんで、強制的に竹島を取ってしまった人物だよね。そしてイースンマンライン、つまり李承晩ラインを強制的に作ってしまった人たちだよね。で、ここは韓国の領土であるということで、つまりその李承晩自体っていうのは、アメリカで勉強した人だよね、この人はね。そしてそのように、アメリカで鍛えられてね、反、共産主義ということで鍛えられて、で、入り込んだ人だよね。で、この人はもう本当に日本大嫌いだよね。日本に対して、いいことしてないね。反日だよ、この人って。で、そこを、持ち上げてる人、ね、その持ち上げてる人が本当にいいのかっていうと、じゃあ、日本人にとって、じゃあ竹島はいらないのってことになるじゃない。ね、竹島を取ったのは正当な、理由があって取ったということに、この人は知ってるわけだと思うんだよね。で、それはちょっとないんじゃないのということになるんだけど、
まあ、短い動画で申し訳ないんだけど、そこら辺は本当に、